はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断で鬼強化を受けました空画弾デッキ使っていこうと思っております。空画弾はね、新しいモンスター2枚追加されたんですけども、かなり強くなりましたね。今回は、まあ、純正にはある程度寄せようと思ってるんですけども、スプライトだけは出張させております。相性がめっちゃいいんですよ。で、新規モンスターちょっと紹介していくんですけども、まずねこれですね、レックス。レックスめちゃくちゃ強いです。これ何が強いかっていう と、このカードが召喚特殊召喚に成功した場合、デッキから空間魔法トラップカードっていうのに加えるっていうことができまして、これで新風の空間弾っていうね、この魔法カード、これを、サーチできます。これどういうカードかっていうと、自分のフィールドのモンスターリリース、何でもいいですけどリリースして、そいつよりもレベルが1個高いか低い空間弾を出せると。だからレックスイコールビートになれるんですね。で、空間弾ってビートから入った時の展開がめっちゃ強いので、まあ、結局ビート今まであんま弾けなかったんですけど、これが、まあ、レックスの、おかげでリクルートしてこれるんで、かなりビートから入れるようになりました展開が。で、さらに速攻魔法のこの神父の曲でもサーチすることもできるんで、一応相手の誘発とかを貫通していくこともできるという感じですね。で、2番のね、これ、ね、蘇生効果、これ自分相手のメインフェーズにこれを除外すると自分の墓地の空間弾カードを回収するっていう効果があるんですけど、モンスターを回収する場合は特殊召喚できるっていう効果もあるんですよ。だからモンスターをフリーチェーンで墓地から特殊召喚できるカードなんですね。まあフリーチェーン空間弾限定した蘇生です。これめっちゃ強いんですよ。これでドンパがいる状態でなんか空間弾を蘇生して相手のカードをね ぶっ壊したりとか、まあ単純にそのアドバンテージを稼いでいくという動きができるようになるというところですね。で、新しいモンスター追加されたやつがね、こうドラ、これがねリンク2なんですけど、静岡が異なるモンスター2体っていうことで結構汎用的なモンスターになってます。自分のモンスター、自分フィールドの空間弾モンスター1体と相手フィールド上のモンスターを対象にそのモンスターを破壊できるよということで、もう使い終わってしまった空間弾って邪魔なことがあるんですよね。だからそういう時にドラの効果を使ってどかせるっていうところと、あと自分のフィールドのモンスターリリースして、リリースしたモンスターとは元々のカードが異なる空間弾モンスターを手札を落ちから特殊ができるという、これがねめちゃくちゃ強くてね、自分をねリリースすることになると思うんですけど、基本的にはリリースすると展開で、手札墓地から空間弾出せるんですよ。そうすると空間弾のモンスターの方が使えるんですよね。だから適当なモンスター2体から空間弾モンスター2体に変えて、なんか空間弾の展開を伸ばしていくことができると。これはめっちゃ強いです。はい。で、今回はスプライトが入ってまして、なんでかっていうとレベルが2なんですね、レックスが。ということでスプライトと相性がいいっていうのと、あと新風の、空間弾がありまして、これレベル2なんで、ブルーとかあのスプライト展開の後にビートから展開していくとかもできるんですよ。器用なね動かし方ができて、これだからちょっと難しいってなんだけど、そういうね組み合わせが結構いろいろありまして、この辺の組み合わせが強いので、スプライトと組み合わせております。まあ、いろんな組み合わせあるんでね、皆さんもいろいろ試してみていただければと。まあ、例えば鉄獣と組み合わせるとかね、メルフィーと組み合わせるとかいろいろあるんですよ、これ本当に。だから何と組み合わせても結構面白い動きしてくれると思うので、よかったらぜひね使ってみてください。フォルゴのねこのね効果がね超使いやすくなったんで、はい、あと召喚ムービーこっちめっちゃかっこいいんですよ。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。フォルゴの召喚ムービーって世界一かっこよくないですか。あのカードマジかっこすぎんだよな。てか僕もやばいな、声がなんかかすれてきた。なんか今日なんか12時間ぐらいも遊戯をしてるんで頭決め無理だあ、同時めっちゃ重いですよこのデッキ。特殊召喚もちろんするんでね、いっぱいね。なんで、まあ、とりあえずレッドだけ出してエンドです。はい、すいませんでした。これでなんとか止まっていただけないでしょうか。いや、まあこれでここから展開するのおかしいもんな。これでなんとか止まっていただけないでしょうか。対戦よろしくお願いします。一応2妨害あります。 DD クローあるんでOK、 フォーミングね、はいはい、フォーミング OK で、ペルレイの OK、異世界ペルレイのいいよ、いいじゃないか。制限カードコンボからのシェイレン決め、ちょっとこれ出るのめんどくさいから、ちょっとさすがに無効でもう持ち壊しちゃいけない、あのデッキは。まあ一応ティアラメンツには刺さる誘発は持っていますよ私。はい、さあどうしますか、ペルレイのね。いやこれうぜえなマジで、打点高くなるんですよこれ。これおかしいよな、これ500打点アップ、これいるこれこれ
これいる、これ絶対その効果いらなかったでしょ。きめえわこの500だってアップ。ちょ100歩譲ってさ、なんか戻して破壊とかもううざいけど、500だってアップこれいらないだろ、これ絶対。ふざけんな、お化け列車強すぎんだよそれ。止まってくれ、止まれ、よっしょけって言いながらモンスターは当たり前に2枚取られました。まあでも増殖する G で一応止まって、ちゃんとここで妨害残してエンドできるのはでかいよな。まあそれがスプライトのいいところですね。今のところスプライトのいいところは出るけど、クガダンの悪いところがいっぱい出るな。オッケー、なんもない、オッケー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 、なんもないのでかいよ、なんもないのかなりでかいよ。で、B とからのドンパ、 B とドンパ、 B とドンパ大な対戦ありがとうございました。デュエルリンクスかな。ちなみにデュエルリンクスっていうあのゲームでは、このクーガダンというデッキがなんとね、あの環境トップだったことがありまして、衝撃の真実ね、今明かされる衝撃の真実なんだけど、いやマジでね、環境だったことあるんですよね。ちょっとね、フォルゴを出しに行ってからドンパの効果使いたいんで、ちょっと、展開工夫しましょう。フォルゴがいる状態で、相手のカードが破壊されて、でその時になんかクーガダンがフィールド上に3種類いると、なんか3枚ドローするっていうマジでやばいこと思ってるんですよ。フォルゴさんをちょっと使っていきたい感はありますね。はいはい。でですね、まあ、とりあえずシンプのクーレップかレップのがいいや、レップのクーガダンからドンパ発動しない、ドンパ残した方がいいな。フォルゴ、これ一旦フォルゴかな。サーキットコンバイン召喚条件は静岡コタのモンスター3体現れろ。クーガダンの大義フォルゴ見た、召喚ムービーかっこすぎでしょこれ。でフォルゴくんの効果チェーン1で発動、これ裏分けやね。でドンパ効果発動、ドンパくんは、他の球団が出た時相手のフィールドのカードを1枚破壊することができる。まあレイオハートは絶対破壊しなきゃいけないと言われてるのでこれさ、おかしくない、そのモンスターの効果をさ無効にして破壊するっていう効果って普通強いじゃないですか。このデッキに対してモンスターの効果を無効にして破壊する効果弱いんですよね。行かれてんだろ。さあ、これでフォルゴの効果を発動、さらにラファールの効果を発動、よしいいぞ。これでラファールの効果で、ね、めくってめくってめくってカード、最強カードきたー。最強カード拾っちゃった。でフォルゴの間伐カード3枚取ろう。つぅ、あとは打点なすだけですね。新風の空画弾使うと空画弾しか殴れなくなるっていう一応、制約が、つくんですけども、まあちょっとそれをの制約を使わずに展開していきたいですね。できれば新風先行で使うときはね、なんか殴れないみたいなさ、あの制約ガチでどうでもいいから、ガチめにどうでもいいからめっちゃ強いんだけどね。これ展開力すごい余ってるから、なんかいけそうだな。まあ、とりあえずじゃあ打点的にギガンティックだぞ。こことここでギガンティックで、相手らもこれ要素なんもないんで、あとは俺がワンキルできるかをお祈りしながら、まあ、見てるだけだと思うんですけども、まあ、とりあえずちょっと一回スターターぶち込んで、はい、でスターター効果レックス立て出しできるような、レックス除外、ラフェール、それはもみあげね。ラフェール過去もみあげを特殊召喚していく。モンスターが、魔法トラップどっちか回収できるんですけど、モンスターを回収する場合は代わりに特殊召喚することもできるみたいな、そんな効果を持っています。はい、でブルーちゃんでブルーレッド置くだけ、いやこれジェットだな、ジェット持ってくる。で、ジェット特殊、はい、でジェット効果魔法トラップ持ってくる。でスターティング、あ、じゃあスマッシャーズ、スマッシャー打っちゃっていいのこれ。まあレイのハートは墓地にいてもフィールドにいてもろくなことないんで、この世から吹き飛ばしてこの世の中から吹き飛ばして、ジェットの方がいいか。はい、で
ギガンティック出して、はい、これ打点足りてますよね、さすがに打点足りてますこれ。わかんないけど足りてるよな、足りてそうだな。バトルフェイズチープ使ってないもんね。オッケー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 、危ない危ない。そう、たまにね、これマジで注意、クーガダンを展開するときに、高校で新風使ってるからクーガダンしか殴れないの忘れて、あ、本気で取れないみたいな時あるんで、それだけ注意してください。僕はもう今日2回になりました。学習者のとこ対戦ありがとうございました。はい、最強。さあ、なかなかに強そうなハンドではある。そうでもねえな。そうでもねえな。これフィローこうか、あ、通るわ、大丈夫だ。あ、でも言うて新風あるからなんとかなるか、新風あるから全然なんとかなりそうな気がする。これちなみにまあ、うららはまあいいか、でもそんなに困んねえな。これ新風あるんで、レベル2のモンスターを2体にすることもできるし、あと、なんだっけ、ビートを出しに行くこともできますね。はい、これめっちゃ強いんで、これ、この動きがね、できるのがね、まあ、最強。結局、あ、フィロー。あ、フィローは今使っちゃダメだな。フィローは、効果使っちゃうと、なんかその、特殊化したモンスターが敵戻っちゃうっていう効果があって、それがちょっと若干の懸念材料ではある。ビート効果、ラファール効果、でフィロー効果発動、フィローじゃねえや、フィロー効果発動せず。で、なるほど。スプライトかな、さすがに。結構展開伸ばせることあるんで、スプライト使うとね。一旦これあれだな、墓地回収でアドバンテージ稼げんじゃねえかな。ドンパは、フォルゴでリクルートしてくればいいから、ビートと、なんだっけこれ、フィロか。で、一回ドラ出すでしょ。で、ドラで出し直しちゃいいんですよ。こんなもの。ドラちゃん一回出した後にこれ、廃用カードなんで、なんか破壊するときに結構皆さん効果使ってほしいんですけど、実はこれ、普通にこれ、超強くて、クイガなんで使うと、展開し直せるんですよ、これ。最強なんですよ、これ。で、こうするっしょ。で、モンスター特殊召喚。で、特殊召喚するのもこれ、シールにするじゃないですか。で、そうすると、フィロ効果発動。で、対象を、レックス。間違えた。あ、間違えた。違えたー。どないしよう。ちょっとこれカバーリングできる。間違えたー、これで、いやー、あれやっちまった。いや、でもこんだけ展開したら多分カバーリングできるな。いや、今違うんですよ。シールで回収するのをレクシーにしようって思ってたら間違えたんですよ。ちょ、回し方むずいってこれ。フィロでさ、出したモンスターデッキ戻んないよ、お願いだから。あー、めっちゃやっちまった。じゃあ、まあ、とりあえずフォルゴで、フォルゴ効果はドンパじゃないとさすがに無理な気がするので、相手のターンにね破壊できないから、まあ、ドンパでしょ。相手のターンで蘇生する方法をなんかエルフかなんかで、いや、なんかこれいけそうだな。ギガンティック出るから、いや、これ多分いけるぞ。で、ジェットでしょ。こっからスプライトムーブをしてね、ちょっと強引に立て直しに行っていいですか。で、スターターだね、これ。こっちスターターでしょ。で、こことここで、まず一旦ギガンティックスプライター出すじゃないですか。はい。で、ギガンティックスプライトで、素材取り除いて、どっちでもいいんだけど、デッキからレックス出さないと、特殊召喚の効果が使えないから。で、ちょっとですね、邪魔なんで、これ、どいてもらいましょう。ちょっとリンク先が開かないので、ちょっとどいてもろて。で、どいてもろて、やばい。ちょっと回し方ミスったから、なんか意味わかんないことになっている。カバーリングできるか。いけ。スプライトエルフ。そして、スターター発動。めっちゃ強引。めっちゃ強引な話だと思う。これ、測らなかったらキャラと思う。
キャロット、ハカラの方が全然辛いんで、今。で、これでレックスがいる。あっぶれー。いや、これね、レックスをね、墓地に残しておいた方がいいんです、絶対に。はい。だけど、それを、定価ミスりましたので、強引に立て直したところです、今。はい。強引に、あまりにも強引に立て直しました。なるほど。頭しようか。オッケー。で、はい。アナライザーオッケー。でですね、レックス、レックスですね。レックス除外するで対象フォルコじゃないラファールでラファール特殊ガン、はい、で特殊ガン成功時いいぞ これは非常に素晴らしいと言っていい。ほらてめえのカードが破壊されるぜ。そしてフィールド上には旧型モンスターが4種類いるぜ。さあ相手のカードを破壊しながらラファールでカードを4枚くらいめくってその中から強いカードをサーチできる、まあ、一応無限保有か。でさらにビートの効果で、もう一回レックスを手札に加えてでさらにカードを3枚取る。うおープルーッツー。まあ言うて来たカードそんなにやったけど、まあ、でも増殖するじゃ強いね。増殖する G は強いかなり。こうやってあの3枚ドローで手札ガスを引き込むというのが強いところですね、攻撃の。今ちょっとラファールの効果であの相手の展開効果を無効しましょう。でこれでレックスが持ち送られたので、また次のターンにレックスから動けると。よし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 。圧倒的なるアドバンテージ。まあ、芝買っていく。芝を買っていくが当たり前にキャロットの無効にしていく。まあ、芝刈りとかいうカードはね、あの明らかに パワーがえぐいので、こんなの無効にするに限り。2連発だけは本当にやめて。まあその場合はでもブロックドラゴンを DD クローで除外してあげればまあ一応耐えるけど多分。さあものすごい量の妨害数を成立させることができました。ありがとうございます。でやばい、ちょっと残り30分しかない。じゃあのカバーリングに時間を使いすぎた。展開ミスったからさ、ちょっとなんかカバーリングするためになんか言ってごちゃごちゃしてたらなんかすごい時間食っちゃった。27秒しかない俺残り。エンドオッケー危ない。さああとはこっからキル取るだけですね。今何の縛りもついてないんで、まあ、一旦ちょっとアクセス出しましょう。クガダンの番長アクセスコード投下、風をつかめ。風をつかめアクセスコード投下。さらにアクセスコードの効果使っていいの。アクセスコード投下のモンスター効果、リンクモンスターをゲームから除外することによる相手のカードを破壊、そしてカードが破壊された場合フォルガの効果発動。うわー3枚ドロー。見よこの手札の数、これがクーガだ。やばすぎやばすぎでしょ。ハンド何万だ俺。やばすぎて腐れすわ。やばい残り30秒しかねえ。マジ。さあフィロいけ。さあフィロの効果でビートフィロダイナ効果。さあてめえの墓地のカードすべて根こそぎゲームから除外させてもらう。さらばだ。うおっつえ。つえ最強だった。危ない。でも展開ミスったけどなんか手札19枚くらいあるのやばくない。これで最強ってことでいい。ああ、相手のフィールドかわいいな、これ。なんだ、こうなったっけ？あれから、マドロじゃないですか。かわいいな、これ。お菓子のフィールドね。ああ、あの、ハロウィンのやつ、これ。こんなのあったっけ？ちょっとあんま覚えてないな。出た！これ、親子のムーブじゃね？親子じゃない、親顔ムーブ。親子じゃない、親顔ムーブ。親子のムーブは、親に殺された人のムーブで、ああ、これ、親顔ムーブですね。親の顔より見たムーブと言われています。はい、旧実況チャンネルご用達、ゼンマイからのゼンマイ、悲願からのゼンマイムーブね。ものすごい展開力だ。一体何が起きているというんだ。シンクロ瞬間が止まらないぞ。ハーストール、いいだろ。まあ、今のところまだ見えねえな、何やりてえか。なるほど、わからんな。一体全体こちら何がしてんだ。とりあえずドドンパを召喚するぜ。何フォーミュラシンクロ、いいだろう。相手ターンのシンクロ召喚ね。
相手ターンシンクロ召喚はまあ許して差し上げてもいいよ。何これ、6、4、12、あ、やばいやつ来た。あー、そういう感じ。あ、やばいね。あ、やばいかもしんねえ。やばいわこれ。まあ、一言で言うと、僕はこのターン遊戯王しちゃいけないって言われた気がします。このカードが進行召喚に成功した、時、このターン相手はフィールドで発動する効果を発動できません、はい、つまり私は、フィールドで発動する効果は一切何も使ってはいけないと言われました。どうしたらいいんでしょうか。遊戯王ってさ、召喚条件むずくしたらどんな効果でも許されると思ってる節あるよね。カラメティとかカリウガとか悪用しかされるんだから、そんな効果のモンスターするんじゃねえコアミ。